こんばんは。こんばんは。な、ナルダさん、クマタワー2本2本ありがとうございます。クマナルダさん、クマタワー2つありがとうございます。クマクマナルダクマナルダクマ2ナルダクマ2個感謝感謝イエイ感謝の感謝ソング。ナルダさん、クマタワー2つありがとうございます。パチパチパチありがとうございます。こんばんは。そう、今日から始まりました、アルバムの受付。なんかさ、この日程を見ながら配信しようと思って、携帯をさ見ながらやろうと思ったら、配信専用の携帯の方がなんかアップデートしてくださいみたいな、配信ショールームできます、あれです、アップデートしてくださいみたいななって、今なんか携帯自体のアップデートをしてるから、ちょっと日程見ながらできなくて、でも大体覚えてる。お話し会とか、アルバムのイベントが、詳細が発表されました。イエーイ、待ちに待ったいつ出るんだいつ出るんだと思いながら、そしてね、なんと6月が一番最初ですね、話せるのは。オンラインとリアルとあるんですけど、一番最初はリアルの幕張の6月22がイベントの一番最初です。だからマジで遅い、そう遅いんですよ、何事もうこちらとしましては、この10枚目シングルが終わってからね、とっても何ヶ月も空くからね、だいぶ話せてないからめちゃくちゃ悲しいんですけど、てっきり5月の最初ら辺にはあるかなって思ってたら、6月22でまだちょっと先なんですけど、皆さん積もりに積もったお話を一緒にしましょう。ほんでもって12月までのスケジュールが出てるという、みんなさ4月にさ、おアップデートできたちょっと待って、アップデートできたけ、ショールームをアップデートしてこっちで配信するようにする。みんなさ4月のさ、4月に12月の予定を決めるという前代未聞なね、出来事が起きてるんですけれども、でも逆に言えば12月のね、あの日がもう埋まってるわって人はね、あんまりいないと思うんですよなので押さえておいてもらえたらと思います。でもさ、さすがに
12月が大阪のリアルなんですよ。で8月が広島のリアルで、6月が幕張のリアルなんじゃけど、合間合間でさ、いろんなとこ行きたい。なんかリリーベ的なあるんかな。ちょっとさ、アルバムが初めてじゃけさ、よくわからんのよね。あ、できそうかも。あ、端末をチェンジしたいと思いますので。ただいま。なんか距離近くなった？こっちの携帯にしたら。同じ距離感でやったんじゃけど、距離近いかも。で何回ね、何の話、どういう話をしよったっけ。あ、そう、間でリリーベしたいですよね。したいというか、なんかするっきゃないっしょって感じ。どういうキャラね。え、楽しみです。もいろいろねしたい。なんかよく分からんけど、パルコのなんかブースみたいなできとったやん。ゆき、あそこでもいろいろしたい。10月中に社長のみさんが、そうなんですよ。なんか7月のオンラインが、私なんか予定があって出れないっぽくて、7月のことなんて何も知らないので、自分はなんか仕事が入ってるんだなぐらいしか知らないんですけど。そう、舞台一緒。でもさ、今までは舞台稽古期間中でもオンライン優先というか、オンラインでやってたから、でもまあ舞台なんかな。その振り替えが、その振り替えで私は10月に2つ2回オンラインがあるので、そう、でも仮装2回しちゃおうと思って、そう、ちょっと日程見よう。オンラインは10月12日と10月27日にあるので、ハロウィンの仮装をしようと思います。8月31が一番キンキンのオンラインなんですね。それはもう久しぶり、嬉しすぎ、涙ちょちょぎる夏のデートコーデをします。で9月は甘い甘い日、甘い甘いね感じでやりまして、まあ、10月はハロウィンですね、2回あって、で11月30日に姫、なんかドレッシーな感じでお姫様っぽい感じにしようかなと思ってます。でリアルは衣装みたいに決まっとって、幕張6月が新制服、新制服可愛いですよ。新制服可愛いです。で浴衣、広島の8月11、12は浴衣ですね。2日連続。これがさ、なんか個別縁日サプライズレーンっていうやつなんやけど、メンバーそれぞれが縁日のやりたいのを考えてなんかやるみたいなやつっぽくて、
何しようか楽しみ。まだ何も決まっとらん。でその浴衣祭り8月の広島の終わりに気まぐれカラオケステージっていうのがありますね。でラストが12月の大阪が、あのお話し会とサンタサイン会、サイン会があります。でサンタです。そんな感じとなっております。そう、皆様よろしくお願いします。サイン会って久しぶり。そうだね、本当に久々ですね。サイン会めっちゃ久々。どの日が一番優しいですか？優しさで言うと優しいのは多分オンラインもリアルも初日が一番優しいと思いますあの6月22の幕張と8月31のオンラインが一番優しいかな。そう、なんでかというとその久々に皆さんと話せる機会なので、久々って気持ちである程度のことは許せると思います。本当に久々だからね。そう、あえて優しくない日に行きたい。多分優しくないのは10月27とかですね。オンラインだと10月27、10月に2日あるっていうのもありますし、ハロウィンに近い日ということで、そう厳しめにいくと思います。リアルで優しくない日は8月12ですかね。そう、8月は11も12も浴衣なので、浴衣の帯をきつく締められて、どんどんもう私がふんっていう気持ちになってたとしたら、ちょっと優しくないかもしれないそんな、そういう日の良さもありますから、そういろんな私を見たいよって方はおすすめです。あの全日程4時間目がおすすめです。そう、全日程4時間目がおすすめなので、皆さん4時間目からゲットしてくださったら嬉しいです。お願いします。そう、おすすめ4時間目お待ちしてます。行くなら全部行くけどね。ヒューヒューよっ皆さん全部待ってます。全部お待ちしております。え、それの
それだとか言ってね、握手会になるかなと思ってたんですけど、握手会じゃなくて、うん、っていう感じもならんのかいっていう気持ちもね、皆さんすごいあると思いますが、握手会じゃなくても満足してもらえるように、楽しみいっぱい楽しめるようにしたいなと思うので、皆さんよろしくお願いします。楽しみ楽しみ、そんな感じですね。ちょっと久々にこれかぶった、やっぱ可愛いです。めちゃくちゃときめく。マジでさ、最後のお話か、いつこの10枚目の3月よね。3月23じゃん。まだ1ヶ月しか経っとらんの。ちょうど1ヶ月ぐらいでした。まだ1ヶ月しか経っとらんの。なんか3ヶ月ぐらい経ってる感覚だったんだけど。あ、そうなん。早く話したいですね。この間にいっぱいコンサートもあったし、ツアーもあるけ、話すこといっぱいある。お待ちしてます。さあ全部いきます。ありがとう。待っててね。待ってます。そう、ツアーめっちゃすぐだよ。もうすぐ。ほんまに4月28日。そう、カルジュ系ほんまにもうすぐ、明日からもう STU メンバーは怒涛のレッスンデーを過ごします。楽しみ。初日は神戸 in 神戸、お待ちしております。そう、
しみ、久々に7軒回れるっけ。四国久々に行く。着々とスケジュールが決まっていって楽しみ。今年も今年ってなんか幅広いけど、あばらそば美味しそうすぎた。え、そう、今日ね仕事終わりにソラハとあのサラピと油そば食べたんじゃけど、めっちゃ美味しかったえ、本当にやばいぐらい美味しくて、お前どういうことって思って、めっちゃ美味しかった。ニンニクトッピングしたんですよ。じゃけーもうニンニクの口でめちゃくちゃ今そう、めっちゃ口がニンニクなんですけど、それすらも良い。え、すごかったよ。なんかトッピング、普通にさ、普通にトッピングがあるやつあるんですよ。でプラスあの机になんか8種類ぐらいの調味料となんか3つぐらいのなんかお酢とかラー油とかあって、液体がもうびっくり。私本当に味変好きなんですよ。なんか豆腐食べる時もキムチやったりわさびやったり青じそのチューブやったり、なんかなんかいろいろするのほんまに味変大好き女じゃけ、もう感動して、こんなに味変がある油そば屋さんがあるんじゃと思って、ほんとにおいしいおいしい言いながら食べました。めっちゃ美味しかったです。ちょっと革命でした。そう、しかもね、今日一日ほとんどあのご飯を食べてない中で夕方にそれを食べたんですよ。もうすごい腹ペコの状態でお腹すいたお腹すいたって感じで行ったのね、3人とも。じゃけんもうほんまに最高だった。で私普段油そば行ってもニンニク やらないんですよ。なんかその後もお仕事あったりとか、次の日お仕事とかって思ったらいかんのんじゃけ、ニンニク入れんのんじゃけど、今日はあまりにもいっぱい味変があって、あとその味変のところにニンニクと玉ねぎとあの赤いやつ紅生姜もありました。本当にポイント高いがあったからもう入れちゃったよね、ニンニク。あんまり入れんようにしようと思って少量にしたんじゃけど、最高でした。ね、玉ねぎ大事ですよね、わかる。
紅生姜好きよ。紅生姜好き。紅生姜さ、福岡のなんか豚骨で、豚骨ラーメンで入れるみたいなのあるじゃないですか。あれで入れてみたら美味しすぎてびっくりしました。なんか仕事終わりに福ちゃんとなんか何人かで福岡でラーメン食べた時に、もう福ちゃんが麺の量と同じ量ぐらい紅生姜入れよって本当にえげつないぐらい入れよったんよ。もう信じられんってぐらい。それはちょっとびっくりしましたでも私も紅生姜入れるの好き。なあちゃんも生姜好きだったね。ねえ、ななさんなんかめっちゃ覚えてる。ヘタレたちよのあの MV 撮影の時に、結構ヘタレたちよはの MV の撮影地を島で船で渡っていくところ、無人島で撮影したんですね。だからコンビニとか全然ないんですけど、奈々さんがあの生の紅生姜、なんて言ったのかな、あ、生姜、なんかピンクの生姜みたいなの食べよって、すごい、え、どっから持ってきたんみたいなすごい、島に来る前にめっちゃ朝早かったはずなのに、島に来る前にしっかり調達してきとると思ってそう、びっくりしました。お寿司のガリはどうよ。え、好き好き好き、そういうの好きです。なんか酸っぱい系好きですよ。紅生姜天がうまい。え、それさ、お仕事で天ぷら丼、あ、天ぷらお弁当みたいなの時にあって、美味しすぎて感動しました。あんまり食べたことないし、揚げたてほやほや食べたことないけ、そう、食べたい。何時？そう。らっきょ好きよ。らっきょ美味しい。らっきょコンビニで買ってらっきょだけ食べた時ある。あなちゃんって眉毛毎回こんな感じだったっけ。眉毛どう何も変えてないけど、でも眉毛の、今日はあのサクッとサササーって眉毛しただけじゃけ、これ全く何もやってない眉毛じゃない。でもなんかやっとるけど、なんかやっとる割にすんごい適当じゃけ。でも最近のメイクしてる時の眉毛は結構あの平行眉を意識してます。初期ちゅうちゃん割と角度あったよね。そうなんよ、なんかさ、カクカクみたいなさ感じじゃって、それがめっちゃ嫌で、
でどうにかどうにか試行錯誤してちょっとずつスーンってなるようになってきたけど、まだまだちょっと納得いってないですね。眉毛は一生一生あれ一生悩ましいです。今日のメイクめっちゃなっちゃう。今日は眉毛だけです。あとリップもしてるけど、あとはもうショールームのフィルターに助けられていますね。今年 ST はフラワーフェスティバルは出ないんかね。出る出たいSTA が出ないフラワーフェスティバル、やだ私の大好きなお祭り絶対出たい。早く発表なんかしらあれえ、なんかさ、出れるか出れるかさ早めに教えてほしいよね。だってさ、ゴールデンウィークって一番忙しいというか大人気な日じゃないですか、日本的に。え、フル開催の5年ぶりに、はあ、絶対絶対フル開催のアゲじゃん てか結構近いですよね、割と。もう2週間後とかだよね。なんかさ、そういうのさ早く発表してほしいよね。早く発表するに越したことはないじゃん。私さ、なんかこういうのってさ、芸能界なんか知らんけど、芸能界って私たちが思っとる何倍も早く決まっとるイメージなんよ。そう、絶対決まっとるやん。やけんそう、早く発表してほしいよね。そっか、そうだよね。ゴールデンウィークの新幹線は自由席販売ないから遠征民や。そうですよね。メンツが決まんないんじゃない。メンツが決まんないとしてもね、一旦教えてほしいよね。うん、西尾さん、築城ありがとうございます。西尾タワーが今宵もだって西尾さん、西尾城ありがとうございます。ただいま帰りましたお帰りなさいませ。早々にお城をいただきありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ねえ、ゴールデンウィーク
ラバー出たいよ、絶対絶対出たい。人生で一番行ってるお祭りですね、圧倒的に。3期生だけフラワーフェスティバル、いやありそうなんかさ、今までも普通にあったよね、ドラさんだけとかなんかあったっけ。わーありそうじゃけど、いやー出たい出たい頼む。フラワー出演は家族が喜ぶ。え、そうなんですよ。私お兄ちゃんが去年のフラワーで初めて私のステージ見たんですよお兄ちゃん今まで7年6年目にして初めて見たんですよ、ついに満を持して。あとはもう行くか分からんけど、卒業ぐらいの時はワンチャン来るかもしれないってぐらいの ね、ねえすごい、みんなよく覚えてるね。ソロコンでも来なかったお兄ちゃんがみたいな、何個かコメントが来てる。そんなこと言ったっけ、言ったっけ、というか覚えてないからすごい、みんなの方が私のこと詳しい多分みんなが言うってことは言っとると思うんよでも私はもうすっかり忘れてるけん、みんなの方がね私のこと詳しいと思う。いろんなお兄ちゃんとのエピソードが。お父さんお母さんはコンサートよく見られるの？うん、なんかそのうん割と来てるねおばあちゃんたちもなんか記念的なやつは結構来てる。舞台とか東京来てらしたものね。そう、舞台絶対来てくれますね、今回も。そう舞台来てくれる。
もうホテルも取ってチケットも取って、そう新幹線も取ってた。嬉しいですね。家族が応援してくれてるのもだし、喜んでくれるお仕事をできてるのも私さ、この今歌った歌分かる人いる？多分あの超難問なんですけど、あの TikTok で最近めっちゃおすすめに流れてくる、チャララ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 チャララ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 フィリリララ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 ラチャ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 ラシャ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 チャラララシャ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 ハララ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 、これさ知らん人からしたらさマジで何しやんって感じよね。なんかメイク動画なんですよ、簡単にまとめると。でもすっぴんの状態から変な眉毛の描き方とか、シュッてやったら変な眉毛になったり、シュッてやったらなんか変なのが出たりって言って、もう最終的にはめっちゃ美しい、なんかあのジャスミンみたいな、アジアに出てくるジャスミンみたいな感じのめっちゃ美しいのが出てくるんですよ。それがもうすごすぎてわーってなって、気づいたらずっと見る。これマジ見始めたらもうその音源の動画ばっかり見てしまうぐらい、めっちゃね見るけちょっと頭から離れん。どうやって検索したら出てくるん、え確かにどうやって検索したら出てくるんやろ。私おすすめに気がついたら出てきよった、そっから飛んでみよった。でもこれ変身みたいな、アジアみたいなそんなんで、そう出てくると思います。え、ちょっと歌聞かせたい。サクッと。いざ調べようと思ったらどうやったら出てくるかちょっと分からん。あっ、あ、これ違う。今おすすめをずっと探してるんですけど、こんな時に限って、ああこれかもこれかも、あ、あったあった、真似する、あったあった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 、こういう感じでなんか全然伝わらんわ、これめっちゃ癖になるよ。チャ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 で、ここでメイク落とした感じです。それで普通にバーってめっちゃ完璧な状態で出てくるの。これがマジですごーってなってよく見る。TikTok ストックどれくらいある？え、マジでない今。結構ない。結構
ない、あるっちゃあるんですけど、まだ載せれないっていうストックはあるんですけど、載せれますみたいなストック結構少ないかも。楽しみにしててください。そう、なんか衣装の問題とかで、チャンチャチャラララチャララララチャララララララチャララララ、韓国のリール動画ってどうなったの？そう、1日目はね出したんですよ、結構前に。で、2日目も結構前に作り始めて、でそっから止まってて、途中どのぐらいまで作ったっけ、でも結構作ってた気がするね。2日目33秒まで作ったんですよ。メイクしてもらって、チュロスとか食べて、ピンクのカフェに行ったところまで。でもそろそろやろう。いや、これ出したいよ本当に。結構頑張ったし、ここまでのなんかさ長いんよ一日に詰め込む量じゃないぐらい観光スポットみたいなの回ってるけんさ、長いんですよ。2日目はメイクしてもらって、待機するために軽くカフェ行って、でその後食べ歩き行って、でその後みんなでチュロス食べて、その後ピンクの可愛いカフェ行って、そこまで動画できてる。その後は確か夜ご飯何食べたっけ、あ、焼肉や、焼肉食べに行って、夜買い物して、でプリ取って終わりだそう。頑張って編集します。懐かしい、それもう2月に行ったけさ、え、でもまだ4ヶ月ん2ヶ月しか経ってない、もうすぐ3ヶ月か、え、なんかもっともう4ヶ月ぐらい経っとるかと思ったら、まだ2ヶ月しか経っとらんわ。もっと経っとるかと思っとった。ねえ、なんとか毎日投稿できてますね、今のところ。私ね、いつ始めたっけTikTok 多分2月十何歩に始めたと思うよね、確か2月の前半だっけ。2ヶ月とちょっと、あ、2月5、はあ、ありがとうございます。2月5からねえ、気づいたら2ヶ月半。でもまだまだあんま経ってないね、もうちょっと経ってるかと思ってた、なんか体感的に。
仕事終わって帰る時に上がるからいつも癒されてますね。嬉しい。遅くまでお疲れ様です。いやほんまに3分の1、今年の3分の1過ぎるなんて、はあ、びっくり、びっくりすぎる。こうやってあっという間に年を重ねていくんだろうなと思います。人生ってあっという間です。本当にだって自分が22歳だなんてびっくりだ。これほんとに7年目をみんなでこうして迎えられるの、7年目はもう8年目を迎えたのか、7年目をねツアーとかでお祝いできるのもなんか感慨深いです。ほんとに感謝でいっぱいです。ほんと22時以降配信できたのがこの間のような気がする。それはそれはそんなことない。私はもう経ったよ。それはもう結構経ったような気ではあります。確かにそういえば22時までしか配信できんみたいな時がありました。信じられん。びっくりや。面白い。そうだよ、朝5時沖縄の、待って、そうこの前さあのおきちゃんの卒業セレモニーで iPhone 着とったけ、そうなんか懐かしいってなりました。一緒に沖縄行ったけ、沖縄の勉強合宿みたいなんでお風呂の先生に許可取って朝5時ぐらいに、そう毎日アイドル続けるために、その時なんかチケットみたいなのもなかったけどさ、やっとったわ。懐かしい。なんかさ、アイドルになってなかったらさ沖縄行くのって結構ハードル高いというか、なんか旅行なんかサクッとはいけないじゃないですか。旅行だ行くぞみたいな気持ちじゃないといかないと思うんですね。だし人生でなんか何十回も沖縄行ける行ってるみたいな人は少ない気がするんですよ。でもアイドルになって結構沖縄行けて、そういろんな機会に、なんかそれマジで
そういうのもアイドルになってよかったなって思うポイントの一つですね。でも多分私はアイドルになってなかったら新幹線に毎回ウキウキして楽しみって感じだったと思うんですよ。でも今となってはもう新幹線の常連客なので、もう全然楽しみっていう感覚はなく、普通になんか乗り物なんか移動手段みたいな感じで過ごすようになったのがちょっと強いて言うならっていうポイント。そう、新幹線慣れしましたね。飛行機はまあ新幹線よりは全然ワクワクあります。なんかさ、飛行機窓側だと嬉しくなります。飛行機のドリンク楽しみだよね。私さ、韓国行くときにもう分からん、韓国ってどういう、待って、どういうスケジュールだったっけ、行く前の日ぐらいのさ、あ、オンライン話、うん、ロケからの公演からのオンラインお話し会からの韓国だったんですよ私。でなんか分からんけど多分あんま寝れずに行っとって、であと朝めっちゃ早かったんよ。そういえばまず福岡行くみたいな、福岡行って福岡空港から韓国行くって感じで、朝早くってもうすんっごい眠くて、で超爆睡しとったら、あと3分朝早い、CA さんに頭コンコンされて、あまりにも起きなさすぎてで起きました。全然起きない客ということで、じゃあランキングを読みます。20位さくらパンダさん、19位チャイコさん、18位シュローケンさん、17位ヌルディンさん、16位ミックさん、15位キョンシーさん、14位オリちゃんさん、13位おいでます元気さん、12位つりけんさん、11位台湾のコウさん、10位ガンスくんさん、9位ブルーさん、8位グリオティーヌさん、7位おっちゃんさん、ラッキーセブン。6位ユリアピースさん、5位岡山オレンジさん、4位東京のスワンさん、3位陽一さん、スリースリー。2位西尾さん、ツーツー、築城もありがとうございました。そしてそして第1位はピュヒュン、ナルダさん、イエーイ、ヒン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 、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、クマタワーも2つありがとうございます。感謝、ありがとうございました。皆様ありがとうございます。今日は夜遅くまでお付き合いいただきまして、ウケる。思わずダブルクリックしちゃった。またお話し会で会えるの楽しみにしております。
あらダブルクリックしちゃったわ思わず。ありがとうございます、会えるの楽しみにしてます。ということで皆さん今日は来てくださってありがとうございました。明日、今日は水曜日ですよね、珍しく。あの覚えてる。木曜日も頑張ってね、頑張ってね、頑張りましょう。頑張らなくてもいい、あの、のんびりまったりやっていきましょう。じゃあおやすみなさい。私はお風呂入ってきます。